SDGs。 山陰各地の SDGs の取り組みを紹介する番組、ウィッケ山陰 SDGs。 今回は松江市にやってきました。訪ねたのは一般社団法人エクスペが運営するお世話さんセンター。こちらではどんな活動をされているんですか？はい、松江を愛する地元の人が自ら考えたアクティビティで観光客の方をおもてなしするお世話さんという体験型観光プログラムを提供しています。地元の方が作る体験型観光ですか？はい、今回のテーマはお世話さんのおもてなしで地域活性化パート1。お世話さんとは松江を中心にさまざまな分野で活躍する人がそのスキルを生かしたり、また普段の生活文化を体験してもらえる内容を考えたり、地元の方自身がお世話さんとなって観光客の方を案内します。地域の伝統文化を守り伝えていく、町の魅力を町の人自らが発信する、人も地域も豊かになるプロジェクトとして展開していくことで SDGs 目標11、住み続けられる町づくりにつなげていきたいと思っています。お世話さんのアクティビティは様々。松江の歴史、伝統、生活文化の体験や町歩き、どうやったら楽しく思い出に残る体験になるのか、独自の発想でおもてなしをします。伝統文化は物を大切にするという点から SDGs 目標12、作る責任、使う責任にもつながります。アクティビティを選ぶのも楽しそうですね。そうですね、お世話さんがそれぞれの思いを持って友人をもてなす気持ちで準備されています。例えば観光地ではないけれど松江のこんな場所を紹介したい、昔忍者が住んでいたと思われる場所などを探る街歩きツアーなど、かなりマニアックなものもあります。センターではお世話さんと観光客の方をつなぐ観光プラットフォームとしてホームページでご案内しています。お世話さんを利用する際はウェブサイトにアクセス、体験したいアクティビティと日時を選んで予約するだけ。ニオンさん、お世話さんのアクティビティをぜひ体験してみてください。嬉しいです、お願いします。ということで次回はお世話さんのおもてなしを体験、お楽しみに。